ガラハット・ガラハット教は、アーサー王伝説や聖杯伝説に登場する、円卓の騎士の一人。聖杯を見つけた三人の騎士のうちの一人でもある。ガラハットは、ランスロット教とペレス王の娘エレインの子供。エレインは魔法によって、ランスロット教を騙して結婚し、ガラハットを産むが、正規を取り戻した、ランスロット教にエレインは捨てられ、ガラハットは、修道院に預けられて育てられる。 まだガラハットが幼い時に、マーリンは、彼は父である、ランスロット教をしのぐ武勇を身につけ、聖杯を発見する、と予言した。大人になるとガラハットは父である、ランスロット教のもとに行く。そして、キャメロットのアーサー・王に引き合わされ、様々な試験を受けることになる。彼はそれらの試験を容易に達成し、アーサー・王から、世界で最も偉大な騎士と称され、 円卓の騎士に加えられ、聖杯探索の任務を与えられる。そして、ついに聖杯を見つけたがラハットは最も汚れのない騎士として神々のもとに召されることになった。ガリハドイコール1974メガバイトイコール 7588PL イコール PLS7588MPC2021 年9月23日、閲覧。 ありがとうございます。